はい、今回はですね、タイトルとサムネル見てもらったら分かると思うんですけども、ワルチャでね、タイマン勝ったらバトルパスあげるよってね、言ってる人がいたんで、リクエスト送ってね、ルームにはね、入れさせてもらったんですけども、なぜかね、急にキックされちゃいまして、なんかタイマンすることがね、できなかったんで、まあ、だったら、まあ、代わりに、俺がね、その企画引き継ごうということで、自分もね、ワルチャの方で、SMG タイマン、まあ、デッサンはね、なしで、まあ、勝ったらバトルパスあげるよということで、まあ、プレゼント企画みたいな感じですね。はい、まあ、ロクタンにタイマン勝ったら、バトルパスあげるよっていうのを、まあ、ワルチャで募集しまして、今回はね、来てくれた人と、タイマンをしてきました。ということで動画の方どうぞ。はい、ということでね、タイマンやっていきたいと思います。相手フェネックかな、これ。強っ。何の武器だこれ。見たことない迷彩だぞ。この人強いかもしれん。なんかいるな。わー、やりきれなかった。オッケー。危ねえ危ねえ危ねえ。俺の CBR 拾ってたな。あれ何の武器だろうな。ちょっと倒して確認したいな。フェネックか。フェネックであんな迷彩あったっけな。オッケー、いいね、このバックスラからの。さあ、これ何の武器だ。あ、フェネックだ。何これ、かっこよ。こんな名刺あんのとか。え、アイアンサイトめっちゃ見やすいやん、これ。やば、ちょっと使わさせていただこう。え、何これ、このフェネックやばない。めっちゃかっこいいんだけど。コラプトライト。え、こんなのいつ出たんだ。めっちゃいいな、これ。こんなのあったんすね。え、時やば、フェネック。え、一発切るやん。何このフェネック、めっちゃかっこいいんだけど。欲しい、これ。 OK。 まあ、さすがにこの距離とかね、 CBR の方が多分強いと思うんで。OK、 いいね。さあ、6対1と。近距離持ってかれたらちょっとフェネックの火力で取り押されるかもしれないけど、バックスラからの王だよ。 OK、 よし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 、いいですね。まあ、こっちもね、ちょっとバトルパスがかかってるんで手は抜けないですね。フェネックでいこうか。あ、やばい。うわー、がっつりがっつりエイムずれた。銃声かっこいいな、あのフェネック。いないな。 OK、 よし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 、このフェネック使わさせてもらおう。裏脇してる、やばい。なんかニュークも今や、よし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 。リスが結構もう昔と違って変わってるから、急に後ろで湧いてきたりするとマジビビるわ。いるね。やばい。オーケー。いや、いいね、このフェネック。このフェネック、マジで欲しいんだけど。え、こんなんいつ出たんだろう。え、もうワンショだ。なんか、めっちゃ時早く感じるわ、このフェネックの迷彩。やばいな、これ。後ろ空いてる？やばい、アイテムうまいな、これ。オーケー。危ねえ。この体力、ローになっても強気に出るんすよ。逆に相手は詰めようって思ったタイミングで不意に出る。これタイマンの極意。 OKOKOK。 エイム、相手もエイムまあまあいいな。お、武器変えてきた。 MX9 だ。この人めっちゃ課金勢じゃない。超スキン持ってるよ。 OK。 え、反動なくね、 MX9。 え、この MX9 もめっちゃ反動ないんだけど、何これ。オニム反動と言っちゃう。 OK。 もう全 SMG をね、使いこなす俺はもう何でも使える。よし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 。ということで、まあ、残念ながらね、バトルパス獲得はならなかったんですが、まあ、結構ね、珍しい迷彩も見れたんで良かったんじゃないですかね。